ああ、お買い物楽しすぎてゼロ銭になっちゃったよー。何してんすかというか、よく綺麗に使い切りましたね。はい、1000万銭ゲットだぜ。は、私のようなプロハンにかかれば時給300万銭は当然ですよ。一体何が、どうやったんですか、教えてくださいよ。いいでしょう。まずはじめにお伝えしたいのは、今から教える方法は、皆さんご存知の上位水没輪鉱石増殖周回に、ゆうたろうアレンジを加えた方法であります。多分まだどの攻略サイト、攻略動画にも紹介されていません。マジか。おそらく現状で最も早く確実で健全な金策方法となります。チートやバグ使わないのはいいですね。まず基本的な水没輪鉱石周回については、知ってる人も多いので説明を割愛します。知らない方は、画面を一時停止推奨。次にここからが意外と知られてないんですが、この方法の要となる、環境情報。で、実は一度探索クエストに行っても、5分以内に帰ってこれば変化しないんです。へぇ。なので、単純な話ですが5分以内で水没輪すべての鉱石を取って帰るんです。きつ。まあ、実際は余裕見て約4分で帰ってきます。無理無理のカタツムリですやん。そんなことはありません。慣れれば簡単です。実際にお見せしましょう。お願いします。まず始まりましたら、速攻でガルクに乗って前方にダッシュです。ちょっと待ってください、ニットらないんですか？そんなの時間の無駄です。なんと、時間とお金がもったいないので、お団子も食べてきてません。だけど、壁走りの時とかきつくないですか？基本的には走る時間がロスになります。かける虫とガルクを駆使すれば、より早く、そしてロスを減らせます。というわけで、ここの鉱石を取ったら左に向かいます。2回ほどワンチャンドリフトダッシュすると小高い坂があるので、ここをジャンプでショートカット、2箇所目の鉱石を取ります。手際よしこさんですね。あと、マリサさんそこにいると視聴者にミニマップ見えなくなるので、どいてもらっていいですか？あ、さあせん。そしたら、ここの右側の壁沿いにガルクで越えれる段差があります。登ったところで3箇所目をゲット、すぐさまキビスを返し地下に通じる穴へ、ここでポイント、地下の空間に出たら、空中でワンチャン離脱右側の柱に向かってかけり虫、からのここで必ずかけり虫を取得、そして、右斜め前へ、4箇所目の鉱石を掘りながらワンチャンを呼びます。ワンチャンに乗ったらすぐさま後ろを向いて段差を降り、5箇所目の鉱石へワンチャンドリフト。急に忙しいですね。はい。そして、先ほどのかけり虫取得を必ず忘れないようにしてください。あれ大事なんですか？めちゃ大事です。そして、後ろを向いたらワンチャンドリフトで洞窟の出口へ、2回ほどドリフト脱出すると出口に着きます。そして、出口すぐ左の6箇所目の鉱石をゲッチュ。ラブラブ。次に右側壁面の出っ張りの部分を目指します。少しわかりにくいですが、壁の穴の中に鉱石があります。ワンチャンジャンプからの離脱からのかけり虫で一気に穴へ。穴のところは少しくぼみになっているんですね。ここに7箇所目と8箇所目があります。急いで取ったら走って穴の出口へ。穴から出たらこちらから見て右上方へかけり虫。この辺りでは大型モンスターが戦闘を始めやすいので急ぎます。かけり虫大活躍ですね。9箇所目の鉱石を取ったら即マスクを開きます。鉱石掘りモーションが終わり次第、サブキャンプ1へ。モンスターに睨まれてファストトラベルできなかった時は、少しロスになりますが、もうちょい先の地下を登ればここに来れます。着いたらすぐさま右の10箇所目の鉱石を掘り掘り、ここで先ほどのかけり虫が重要となります。ほうほう。右手に見える小さめのピラミッドを目指すのですが、3匹のかけり虫とホバリング状態をフル活用します。これでピラミッドに直接行け、かなりの時短となります。すげえ。着いたらピラミッドの階段の縁石部分を駆け上がります。てっぺんの部屋の中に11箇所目の鉱石があります。ここを掘りながら、すぐさま出られるようにかけり虫の照準を外へ合わせておきます。飛び出したら下層の川を目指します。かけり虫を使いながらなるべく自然落下を利用します。先に12箇所目の鉱石があります。ここでも掘りながらワンちゃんを呼んでおきます。乗ったら全速力ででっかいピラミッドに向かいます。あ、かけり虫が消えそうですよ。そうです。この辺りで一つしたかけり虫が消えてしまいますので、途中の沼地で走りながら新たなかけり虫を一つします。2回ドリフトダッシュの後くらいに右の壁沿いにいます。ここでのかけり虫も大事なんですか？めちゃ大事です。この後のピラミッド登山には欠かせません。かけり虫取得後、2回ほどワンチャンドリフトするとピラミッドに着きます。ワンチャンジャンプ&離脱からのかけり虫で大かけり虫のところへ。お、大かけり虫を使って一気にピラミッドの中腹へ大ジャンプ。まさに最後の山場って感じですね。大ジャンプの頂点で B ボタンとスティック操作で右側に体をひねりつつかけり虫をピラミッドの壁面の出っ張りへ向けて飛ばします。あれが目印になるんですね。壁走りを少し駆使しつつ右の壁面に回り込むと、ピラミッド内部への入り口が見えるので、その中へ、ここで13箇所目と14箇所目の鉱石をゲットだぜ。ピカチュウ。ここからは鉱石掘りモーションのうちにかけり虫の照準を次の行き先に向けておくと時短に繋がります。なるほど。かけり虫で出口に速攻で向かい左側の壁面を目指します。ここでは少し下りながら左の方へ行き角を曲がります。途中段差がありますので落ちすぎる心配はないので安心してください。生えてますよ。そうしたらまたピラミッド内部への入り口が見えてきますので、かけり虫を駆使して入ります。お邪魔します。ここで15箇所目の鉱石を取ります。それにしてもここのピラミッドではかけり虫バンバン使いますね。はい、
時短のためお団子もお肉も食べてきてないので、かけり虫の操作が本当に重要となります。そしてピラミッドを降ります。あの右下に見える大きめの木を目印にして、かけり虫を使いつつなるべく自然落下で行きます。下りは自然落下が早いんですね。そして、木の根元16箇所目の鉱石を取ります。掘りながら右斜め前方の木に照準を向けて追っかけり虫、ラスト17箇所目の鉱石を掘ります。お疲れ様。あ、マリサさんアイテムポーチの中を見せづらいので、どいてもらっていいですか？あ、はい。このように1回の探索でこれだけの鉱石を取ることができました。計測時間4分13秒。このタイムであれば環境条項が変更される心配はないです。マジっすか？なので、ローディング時間を含めても約5分、そして、この鉱石掘りを何回でも好きなだけ繰り返すことができます。つまり、稼ぎたいだけいくらでも稼ぐことができます。怪しい求人広告みたいですね。今、間違って猫ちゃんの取ってくれたものをもらっちゃいましたが、猫ちゃんがゲットした鉱石も売ればさらにお金が手に入ります。猫の手も借りるってことですね。慣れないうちは途中であっても、4分半くらいでクエストクリアしとけば、環境情報が変わる心配なく何度でも周回できます。というわけで、手に入れた鉱石を売りますね。約23万弱の成果でしょうか。お？猫の分も足すと25万弱と考えていいかと。いつもこれくらい稼げるんですか？高値で売れるノバクリスタルがどれだけ出るかによりますが、だいたい25から35万は稼げると思います。つまり、1時間あれば300万超えは確実ですね。そして、見てください。環境情報が変わっておりません。鉱石の増殖のままなので、何度でも繰り返しやれることとなります。木の住むまで稼げる。素敵。ミノトちゃんも素敵。急にバブルのやめてもらっていいですか？というわけで、この最強金策を使って引き続きモンハンライズを楽しんでいきましょう。またこのチャンネルでは、いろんなゲームの参加型配信などをしております。もちろんモンハンライズも配信してます。みんなで一緒に一狩り行きましょう。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、まったねー。やったぜ。最高だぜ。